どうも、すげゆきです。皆様、お久しぶりでございます。もうすぐ年が明けるということで、今年ね、雪降ったんですけど、あんまり積もってないですよ。なんで、まだ外でスケボーできる状態なんで、すごく嬉しいです。ということで、今回は、デッキがもうかなりね、チップして、もう瀕死状態なんですよ。これ結構思い出のデッキでね、アメリカ行った時に、向こうで買ったリアルのデッキなんですけど、まあ、英語も喋れん状態で、ちょっと適当にフィーリングでなんとか買うことができたっていう思い出深い出来なんですけど、まあ、そろそろね、交換時期っていうか、もう交換時期はかなり過ぎとるんですけど、新しい出来にね、していきたいと思います。ということで、次使う出来がこちらです。はい、ブランクの出来でございます。はい、これウォルナットスケートのブランクの出来なんですけど、久しぶりに使うね、ブランクデッキ。正直ね、このグラフィックが書いてあるデッキとこういうブランクのデッキって価格差倍ぐらい違うんですよね。これが確かに1万2000円ぐらいだったかな。ブランクが4、5000円とかで、この価格差って結構すごいなと思って、グラフィックがありなしの他になんかこう耐久面とかいろいろなんか違うんかなとかも思いつつも、まあそういうとこも、まあ、検証も兼ねて今後ね、このウォルナットスケートのブランクデッキ使っていきたいと思います。昔よくね、ブランク使ってたんですけど、今メインチャンネルの方でね、あの DIY の工具とか結構買ったりしてるんで、ちょっと金欠スケーターなんで、はい、こういうね、ブランクのデッキはすごくありがたいです。なんで金欠の学生さん、そしてお小遣い制の旦那さん、はい、ウォルナットスケートのブランドはね、コスパがめちゃめちゃいいんで、チェックしてみてください。じゃあ組んでこっかな。久しぶりに組むわ。組めるかな。アメリカ行ったん10月の頭やから、今12月のもう1月ぐらいやろ。ここだから3ヶ月ぐらいか。まあ持った方やね。そしたら3ヶ月間ね、ありがとうございました。その前にこれトラック外しご、釣る忘れた。くそ、鈍っとる。よいしょ。いろいろね、工具買ったりしとるから、なんかスケートのセクション作りとかにも応用できそうなんで、今まですごいね、食器棚とか使ってセクション作ったりしとったんですけど、もっとクオリティの高いものを作れそうです。ちょっとね、あと、まあ、メインチャンネルの方ね、もうちょっとで、ね、天井完成するんで、ちょっとみんなまたそっちの動画を見てくださいね。スケート視聴者じゃない新しい視聴者の方も結構増えてきて、ちょっと新たにね、ジャンルを変えるっていうことで挑戦なんですけど、そっちの方も頑張っています。なんでぜひ応援してください。リアルありがとうございました。アメリカで使っていたデッキなんで、すごく思い出深いです。グラフィックも超かわいい。それではよろしくお願いします。ブランクデッキ、金欠の俺のためにいっぱい働いてくれ。はい、これもデッキテープ、ウォルナットスケートのデッキテープ、毎回これですね。コスパもいいし、使用書って何の問題もないので、僕はいつもワンちゃんです。冬場はね、寒いんでデッキテープ剥がれやすくなってくると思うんでね、いつも以上にしっかりついてます。なんか逆に寂しいよね。あんだけ下手やったのに、今までデッキテープ何回もね、破ってきたんで、なんかすごく上手くなった。で、僕がね、一番デッキテープ貼るときに大事だと思うのが、ここ最後ね、ゴリゴリ削ってやる。ドライブ穴見つける苦手なんすよね。マジで苦手なんよ。え？後ろから押してやることによって探しやすくするんですけど、やっぱね、デッキテープ若干浮くんで、あんまりね、好きじゃないんですけど。あれ？どっち前だろ、これ。やばい。え、どっちだろう。あれ、俺の底こっち前やと思う。みんなどっち前やと思う。あ、長さ違うやったな、確か。
長い方が前やったような気がする。あれどっちやったっけ。昔の俺の動画見て今ちょっと勉強します。どっちが前でどっちが後ろか、簡単に、説明していきたいと思います。デッキチップしすぎやろこの手押し。このスケールでここにねビスあると思うんだけど、はい、このビスから先っぽまでの距離長い方前。了解です。ビスからの距離が長い方が前なんでこっちが前です。あぶね。センキュー過去の自分。 K グラの後見ればいいかな。こうか。めっちゃカラス。平和やな。最高やわやっぱ田舎。ナットがねえぞ。あと1個。マジでない。え？カラス超うるさいんだけど。もしかしてない？あれ？どこどこどこ。え、マジでない。早くスケボーしたいんだけど。あった。こんなところに靴だった。よし。ダン、完成しました。それでは。実際に滑っていきたいと思います。久しぶりにファーストトライキックリップやろうか。マジでねキックリップもう今できんがんすよ。悔しい。全然やらんかったら全然できんくなったっす。見てもらおうか今の現実を。じゃあ久しぶりにファーストトライキックリップいきます。よいしょ。待ってやばいわ。ちょっとニューデッキ流していきたいと思います。コロコロすぎでしょ。一時組み込んとか飛んどったんですよ一応こう見えて。まだちょっとそのレベルまで頑張りたいと思います。なんかね使ってる感覚なんですけどこの長さはすごい短いような気がする。なんで取り扱いしやすいっていうか結構スケート始めた手の人とかは短い方が多分やりやすいと思うんで結構扱いやすい感じですね。いつもよりもすごい短い気がする。絵が描いてないんでね。スライド系は心痛まずに済みます。
最後は5を決めております。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。はい、ということでこれが今年最後の動画になると思います。皆さん、良いお年を。